今試合が始まりました。最初の攻撃はレバンガ北海道から。ここも今しっかりとテラドンス両手を上げてですね、はい、ショットコーデしてましたからね。これはノーファールで守ってきてます。笛はなりません。ユーアイチ囲まれる中でモータム、モータム、もう一度スリーポイント2本目、ね、ハイペースに得点が動いているこの試合の序盤。ユーアイチ、あ、いいですね、後ろからのパスでした。タイムアウトを最終な形になりましたね。このユーアイチの背中を通していくパスでした。素晴らしいですね。ユー選手ショットタッチも良いですけども、こういったアシストもですね、このペイントタッチといわれるドライブがですね非常に効いてますね。さあこのシガとこの大場、モータメ、カーターへのパス、これはお見事でした。桜井さんも今日 GM としてですね会場に来て、まあ、パスカというのが大事なポイントになってきますね、うん、ここは奪いました。ここはディフェンス、ユーアイチェ、はい、簡単にこのパスが飛んできた、いいですね、ショットで終わると思いますね。残り10秒です。このパス通らない、レイクスボールになる。残りは5秒。さあもう一度シュートを打てるか、ユーアイチェ沈めました。時間ギリギリ、ルカーですね、しっかりと走って、岡田選手のドライブもですね素晴らしかったですし、はい、岡田が引きつけて引きつけて、最後はユーアイチェ、レイクス最後に3点差に縮めていきました。序盤ですね、北海道寺園選手が攻守にわたってかなりいい働きを見せてリードできたんですけども、まあ、ファールトラブルによって下がって常田、常田からモータム、モータム、あ、柔らかい、鮮やかでした、はい、ユーアイチェ、いやこちらも柔らかい、鮮やかですね。ユーアイチェ、ユーアイチェのジャンパー決めてきました。北海道がですねかなり応援した部分で今差は5点のまま、第3クォーター残り2分を切りました。モータム中へのパス、いいパスですね、素晴らしい、 CJ が決めてきました。スネタン、ユーアイチェからこのショットを沈めました。チームの中心になっています。差は4点。スネタン、スネタちょっと足を痛めたか。さあホームの大声援を受けてレイクスはここから逆転に持っていけるか。ユーアイチェ、いやうまい、決めました。まだ分かりません、残りは2秒。野本が打ってくる、ここで試合終了です。ホームのシガレイクス粘りましたが、はい、こちらは2勝目を挙げることはできませんでした。非常に粘りましたよね。なかなか第1クォーターで苦しんだんですけども、そこはしっかりとカムバックしてあと一歩というところまでは行ったんですけども、北海道が勝ち切りましたね。